ザ・ピンクパンサーの、解説の動画です、これはですね、最初3弦の1から始めて、まあ人差し指から始めるのがいいでしょう。で、薬指まで来たら薬指をスライドして3弦の4まで持ってきて E マイナーのポジションを作ります。僕はちょっと、3弦の4は小指で押さえてますが、ちょっとこれは僕の事情なんで、皆さんは薬指でやるといいでしょう。それから Aマイナーのコードを押さえたら、このここなんですけれど、ここはですね、1弦の3と2弦の3をセンスするような感じでこうやると楽かなと思います。でまた Aマイナーのポジションに戻って、で C7 を打ちます。そして、まあ、こういうフレーズがきます。こんな感じですね。それで次、同じように頭から。でここまで来たらですね、次はですね、3弦の4、2弦の3とあって、1弦の7まで飛ばなきゃいけない。だからちょっと、僕の場合はですね、3弦の4を中指で押さえて、それから、2弦の3を、人差し指で押さえて、んで小指で1弦の7を弾きます。こうですね。その次がこの曲の中で一番ちょっと難しいかなと思うところなんですけど、このまま、中指と人差し指の、フォームのままこんな感じで1弦の6、2弦の7というふうに持っていく。こんな感じかな。素早い移動が必要なんで、ここはちょっと難しいところかもしれません。ただここまで来たらですね、皆さんの場合は薬指と小指で、1弦の、6と2弦の7を押さえてもいいでしょう。僕ちょっとこれができないんでね、あれですけど、でここまで来たらですね、この、このポ、あの、なんていうのかな、フレーズになります。楽譜では、ちょっと7-5-7-4か、こうなってますけれど、まあこれでもいいです、全然。まあ2弦の3に持ってくれば、この楽の4段目の、3小節目ですけど、ここのとこプリングオフになりますね、の方がやりやすいんで、まあ2弦の3まで持ってくる方が近いんでいいかなと思います。楽譜通りにやってもこうかでもいいですけど、ここからねパッと飛ばなきゃいけないんで、まあ楽譜よりも2弦の3を使う方がいいかなと思います。そしてこの、4段目の3小節目、1弦の1と開放のプリングオフですね、こういう風に引っ掛けるようにしてこういう音を出します。そして次のフレーズがこうですね、まあちょっとスタッカート気味にこんな感じがいいです。で E マイナー打ちます。そして C7 でこれで終わりです。まあこれからまた続けてこういう密かに忍び寄るようなピンクパンサーのイメージですから、なんとなくですね、一旦終わってですね、こうなんとなくこう始まる。まあこんな感じでやると面白い、2回ぐらい繰り返してやると面白いかなと思います。ということで解説動画でございました。